今回紹介するのは吉田あかりさんなのだ。1996年8月16日生まれの26歳、身長165センチ、大阪出身、 E カップ NMB48 のメンバーとして活躍中の吉田あかりさん。最近ではアイドルとしての活動以外にも YouTuber としても人気を誇っているのだ。吉田あかりさんの家族構成は、両親に2歳年下の妹が1人いる4人家族。吉田あかりさんは2人姉妹の長女なのだ。今でも大阪にある実家で暮らしており、家族仲はかなり良いそう。 YouTuber としても大人気な吉田あかりさんですが、動画作成には両親が毎回協力をしてくれているそう。特に動画の背景は全て母親の手作り。また握手会の衣装も母親の手作りで、それを着ることもあるみたいなのだ。2歳年下の妹は時々 SNS などでもアップされており、その可愛さは姉に引けを取らない美人さん。吉田あかりさんは家族思いであり、家族を幸せにすることが目標らしいのだ。とても理想的な家族で微笑ましいのだ。小学生の時から歌が大好きな女の子で、父が撮るホームビデオには一生懸命歌を歌う姿が残っているそう。そんな吉田あかりさんは小学2年生の頃から芸能界を目指すようになるのだ。将来は女優になりたいと思い、ダンスや歌の勉強を始める。小学校時代はダンスのレッスンや芸能スクールなどにも通い、早くから将来の夢に向かって頑張っているとは素晴らしいのだ。中学校に進学した頃からあらゆるオーディションを受け、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハリウッド・ドリームの初代ポスターにも選ばれたことがある。中学校2年生の時には周りから勧められた NMB48 第1期生のオーディションを受け、見事合格。そして翌年には正式に NMB の初期メンバーに選ばれ、芸能界デビューを飾るのだ。今では NMB のトップメンバーでありながら AKB の総選挙でも人気が上昇。最近では YouTuber としても大人気で、 YouTube では NMB のチャンネル登録者数を上回る人気を誇っているのだ。そんな吉田あかりさんは2022年12月には写真集「自分史上今一番初々しくて色っぽい」発売するなど大活躍で、今後も目が離せないのだ。このチャンネルでは女優、モデル、アイドルを紹介していくので、皆さんにもっと見ていただきたいのだ。動画を見て可愛い、応援したいと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくなのだ。またこの人について知りたい、取り上げてほしいという方がいたら、ぜひぜひコメント欄に書いていってほしいのだ。それではまた次の動画で。ご視聴ありがとうなのだ。